子どもセンターの堀です。今回紹介するのは手作りおもちゃミラクルカードです。使う道具と材料はこちらです。それでは作っていきましょう。今回はクリスマスツリーをモチーフにします。まず最初にフレームを作ります。封筒の端を切り取ってください。このように開きます。表になる面にフレームの枠を物差しで作ります。4つの角に線を引いてください。次にここを切り取ります。切り取るときはハサミを使って切り取りたいので、少し切り込みをハサミで入れてから中に入れると切り取りやすくなると思います。次に中に一つ部屋を作りたいので、白の色画用紙を使って少し折ってで、のりしろを作ってください。のりしろの部分にのりをつけて、封筒の下の部分につけてください。封筒の大きさより少し小さめにしても大丈夫です。テープで貼り付けても大丈夫です。このように窓ができて、白い紙が1枚中から覗くようになっています。では封筒をもう一度戻していきましょう。切った封筒をテープで貼って戻します。封筒の口も糊で貼って内側に折り込んでおきましょう。白い紙と封筒と3枚このような口ができます。ではフレームに飾りをつけましょう。今回はクリスマスのカラーを用意しました。フレームの幅に切った色画用紙や折り紙をフレームに合わせて貼ってください。マスキングテープを使っても大丈夫です。フレームが出来上がりました。それでは次にカードを作ります。カードはフレームに合わせて大きさを決めておきましょう。クリスマスツリーを描きます。後から絵は写し取るので、線は太くマジックなどで描くといいでしょう。描いたツリーに色をつけます。たくさん色を使うとミラクルカードが楽しくなります。これでカードの出来上がりです。次にクリアのプラ板を上に載せます。描いた絵とプラ板をテープで留めてください。絵の輪郭に合わせてマジックでなぞっていきます。このように写し取ることができました。それではフレームにカードを入れていきましょう。封筒の中の白い紙を挟むようにカードを入れてください。色のついた絵を奥に入れて、白い画用紙を挟んでプラ板を入れてください。ミラクルカードの完成です。それでは遊び方の説明です。白いクリスマスツリーが不思議、綺麗な色のついたツリーに変身しました。カードを抜くと色が変わるミラクルカードです。今回はクリスマスツリーを描きましたが、サンタクロースなどイラストを描いたり、フレームの飾りを描いてみてもいいですよ。カラフルな絵を描いてお友達に見せてあげましょう。今回ののびのび元すっこは、子どもセンターから手作りおもちゃミラクルカードを紹介しました。
皆さんもぜひ作ってみてくださいね。